皆さんこんにちは、三原一太です。未来です。一ペリアへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、さて本日は、書史百科について少しお話をして、陛下のお話につなげていければいいなと思っております。はい、お願いいたします。はい、前回、儒家儒教のちょっとお話をさせていただきました、代表的な人は、孔子、孟子、それから荀子、荘子、いろいろいらっしゃいます。いっぱいの子が、子がね、いっぱいの先生がね、ちょっとね有名な言葉とかも紹介させていただきました。はい、はい、今回ははい、まず、誰から行こうかな。法家。法家、はい、法律家とか言って法家ですね。はい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 。有名なところだと、小王とか、いきなり詩がつきませんけど、官費詩、官費詩が一番有名かな。そうなのか。官費詩は、キングダムに、おそらく出てくるはずなので。あれまだ出てきてないってこと？ない。でもなんか出てくるだろうという。出てこないとなるとどういう風に描くのかがわからないぐらい、秦の始皇帝に関わりのある人なので。重要な人だ。はい。秦の国って法治国家を目指してるってね、漫画でも書かれてますけど、法律で結構がっつり縛ってるんですよ。で、もともと戦国時代のその秦っていう国のそのスタイルを作ったのがさっき挙げた小王って人なんですね。はい。はい、で、その小王のスタイルがどん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 世の中に広まり、法家っていう一ジャンルになった時に、もちろん他にもね、理解とかいう別の人がいるんですけれども、官費詩っていう、一つ巨人が生まれます。官費詩はそもそもその官費詩っていう書物にもなってるんですけども、秦とかそういった国の名前で言うと漢の国の人ですね。おお、漢の国。はい。で、漢の国の皇族だったんじゃないかと言われています。王様のご親戚というか。はい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 。で、どういったことを書いてあるかっていうと、例えば儒教とかだと、聖人がいるんですよ。その昔こんないい王様がいたんですよみたいな。お、昔、行っていうすごいいい王様の時代に、その2代目を継ぐ舜っていう王様がいました、で舜っていう王様がそのあるところに行くと、1年で治安が良くなり、2年で町が栄え、3年で、こうなんかすごいみんなが譲り合う、道に落ちてるものをみんながちゃんと警察に届けてくれるみたいな。何、素晴らしい人じゃん。ところがそれに官費詩は、ってエピソードを官費詩は紹介した後に、いやそれは、行は何やってたんだと。え、だって行が治めてる時代の話でしょっつって、舜が主人公ってことは、いや行がその政治としてそのみんなの暮らしを守んなきゃダメだろうと、舜の功績というか、行がちゃんとしてない、それを反省すべきだと。おお、とかそういうこと言う人なんですよ。何？性格が悪い。何なの？でもね、官費詩は、いわゆる、マキャベリズム的な要素がありまして、その政治哲学的にはやっぱものすごくレベルが高い話なんですね。例えば、三国志の諸葛亮が、劉禅にぜひお読みくださいって勧めた書物の中に入ってたりとかします。はい。矛盾とか、あと、逆鱗とか。心象筆罰とか、そういった言葉の出典がこの官費詩になりますね。何、言葉を作ったってこと？そう、だからその例え話をしてそういったことを説明するのが上手だったってことですね。すごい人もいたもんだ。今まで結構そういう人たちの話いっぱいしてきた。まあね、まあそうだけども。ためともとかね。そう、まあまあ確かに。あの人は別格だよ。もうなんか神話の人だよ。はい、では、それが法家の代表です。国家というのはその法律、そのみんなで決めたルールによって、暮らしていくべきだ。はい。次、道家。道家。道の家と書きます。道家。おー。有名な人は老子、宗子っていう人ですね。はい、何する人たち？いい質問だね。道の家。何をする人たちなのか。何もしない人たちです。まあ、来たよ。来たよ。何もしない人たち。すごい、もうベストの質問来たなと思って今。いや、もう何する人なんだろうなって。法家とかは漢字見てもね、分かりやすいじゃないですか。道家って何するんだろうなと思って。国土交通省みたいな感じじゃないでしょ？ではないですね。なんて言うんですかね。その、
道っていうものが何なのかっていうことも考えなきゃいけないんですけど、うん、世の中っていうのは無意自然である、うん、であることがいいっていうのがまず老子の教えなんですよ。はいはいはい。何かをすれば、うん、その歪みがあるじゃないけど、ことが起きてしまうきっかけになると、うん、損をすれば得をする、得をすれば損をするじゃないけどね、うん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 、だそういうことを避けるためになるべく力まず、うん、自然な姿でリラックスした状態で、世の中っていうのを渡っていくべきだと。なるほど。いうことを説いてるんです。ちなみに老子はものすごく難しいんですよ。え、何？その解釈が。解釈は分かりやすくない。分かったような気になっちゃう。そう。なるほどね。から、うん、でもすごく興味深い書ですね。死ぬまで座右に置いといても構わないかなと。で、荘子に関しては、うん、それより後の時代の人なんですけど、うん、さらにそこから一歩進んで、うん、その無意自然であること、うん、というのは、例えば人が手を入れたもの、うん、手を入れること自体もそれもまた自然なことだろうと。だけどそれに対しても力まずに付き合っていくのが大事なんじゃないかっていうちょっと進んだ状態のことになります。深いな。で、荘子は荘子でやっぱりその例え話とかやっぱり得意な人で、だから韓非子と同じだけど、韓非子よりももうちょっとユーモアが強いって、韓非子がこうアイロニカルというか皮肉な感じがするんですよね。世の中を斜めに冷静に見てるというか、はいはいはい、頭のいい感じがするんですけど、荘子さんは、うん、同じような皮肉さはあるんだけど、よりちょっとユーモア感が強いというか、なんか分かりやすいってことかな。そうね、笑っちゃうけど、なんかああそうかって思うような出来事が多いエピソードがあります。混沌のエピソードとかちょっと興味があったら、はいはい、調べていただきたいんですが、あとテップの球とかも荘子だったんじゃないかな、違うかな、はい、読むと面白いと思います。漫画の今達人伝っていう漫画が連載されてますけれども、はい、そこにこの荘子の息子孫かなんかが主人公で出てるはずです。へえ、はい。それから、僕家出ましたよ。僕家どういう字、僕は、墨ですね。おお、なんか絵を描く人みたいな感じ。絵じゃないけど、図面とかも引きます。牧師という人がここの、創設者というか、ほいほい、スタートの人ですね、うん、で、牧歌っていうのは非戦非行というのを掲げています、うん、もう戦わない、争わない Love is all、 Love is over。 なるほど。愛こそ全て、それが牧歌なんですけど、うん、絶対に攻めない、絶対に戦をしない、だから、戦争を仕掛けた相手から身を守る技術をクソほど高めますっていう、おおすげえ、守りの術のエキスパートみたいなところが。すごい、防御だ。そう。うん、それも、なんていうの？機械工学的な面というか。何それ。すごいじゃん。なんかその図面を組んで、うん、当時の、あれだと、鳥を木で組んで飛ばしたりとか、あと、耐荷重に対して動くだけの車、うん、どれだけ大きな車が動かせるかとか。何、セグウェイみたいな感じ？まあ人力で引っ張るからね。ああ、まあそうか。うん、とか、お城を攻められた時の守り方とか、うん、相手がこういう兵器を使ってきた場合のこういう兵器の使い方とか、おっていうのをみんなで。へえ。ただし、暮らしは質素で、うん、その、全員、ボロボロの衣を着て、食事もギリギリ最低限のものでみたいな。うん、ちょっと宗教集団味もある。なるほど。ところですかね。それが牧歌になります。はい。はい、まあ、抑止力としての武力みたいなものを掲げていたのかなと今は思うんですけどね。なるほど。はい。次にお話しする兵科にもちょっとつながる。その戦争の仕方という意味ではね、はい。で、一時期ものすごい流行したんですけれども、いつの間にか姿を消してしまって、まあ、ある意味伝説の集団みたいな風になっていた時代もありました。何それ、すごいですね。そう、謎の集団牧歌みたいな。牧歌。昔、守りはすごい。ドラマとか映画で、牧校っていう映画があった気がするんですよ。映画は知ってる、牧校。墨で攻めるとか言って、そう。はい。これ小説がもともとあって、坂見健一さんっていう方が書いてらっしゃる、はいはいはい、でそれがこの牧師の中の集団、まあ、ある男をテーマにしたやつなんですけど、そうだったんだ、はい、なるほど、もし興味があればね、ご覧いただければと思います、うん、さあそして兵科でございますが、はい、これはいわゆる
兵法化、戦争の仕方、この間の動画でね稲荷君言ってくれましたけれども、うん、戦争のやり方とかを教えてくれる学問、うん、と解釈されがちなんですが、違うと、その戦争とは何かっていうところまで踏み込んでるんですよ。なるほどね。うん、基本的にみんな哲学寄りな感じですか。物事って突き詰めて考えれば当然そうなる、ね、まあ行くとこ行けばそうなりますよね。そう、原理原則から、うんうんうん、そのじゃあどうするのかを引き出さないと、うん、結局場当たり的なね考え方になってしまうから、うん、もう当然の帰結というか、ほう、うん、だからその特に孫子がそれが顕著なんですけど、うん、まあ、戦争っていうものがいわゆる政治の形態の一つに過ぎないのだと、うん、人を攻める攻められる、はい、その実際に武力を使う使わないというのはあくまで一手段であり、うん、かつそれを使うことが必ずしも最上の策ではないんだぞみたいな、あ、なるほどね、っていうところまで含めて孫子の中では語られていらっしゃる、はい、というわけで、今回の動画はここまでにさせていただきまして、うん、陛下について詳しいのはまた次回、お話ができればなと思っております。はい、はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。